あっち行けよ。おい、失せろ。よく来た。お茶の子さん、どんなもんじゃい。どうじゃ。いいな。ほほ。どうじゃ。ほほ。よろしくね。じゃ、望みを叶えてやろう。憎たらし。説明しよう。けしからん。よろしくね。あんたかい。こんにちは。よろしいこと？ありがとうございます。
奇遇だな。お疲れ様です。ああむ。ややこれは。ややこれは叶わぬ。ややこれは叶わぬ。ああうわ、完全にアーム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 。待て、断る。なんだ、なめるな。断る。どうかな。ややそうだな。よかろう。そうだな。おめえさん。でもね、もしや、五大老様がお出ましになるそうだ。五大老様といや将軍様の片腕だぜ。そのお偉いお方が自ら江戸を打って出られるとはどういうこと。あの残酷姫君三姉妹の父親だそうだが、親の顔が見てみたいもんだな。し壁に耳あり障子に目ありだぞ。シャニーシャニー、お大老様のおなーりー。
見るんじゃねえ、ブレ打ちだぞ。おい、何の真似だ。五大老様の御前だぞ。お待ち申し上げておりました。網浜大官ことぶき光にございます。ことぶき君、今後この町の治安回復には私とここにいるマリン組が当たります。来い。何やらうるさいですね。この国は危機にあるのです。一刻も猶予はなりません。それがわからぬ愚か者は容赦できないのですよ。私は治安回復に来たと言いましたが、血を流すためだけに来たのではありません。皆に素晴らしい贈り物も用意しているのです。明日この広場で剣術大会を開こうと思っています。どうした？不愉快ですね。へえ、いいじゃないか。腕に自信がある者はぜひとも参加してください。身分は問いません。勝った者はマリン組に取り立てます。俺たちも侍になれるぞ。大老様の家来になれるなんてすげえな。やったぞ。どう思う、小暮？何を考えているのか。いいね、実にいい。悪意に満ちたオーラゾクゾクするよ。面白くなってきたよ。これからどうするよ。ああ、やってらんね。マリン組が何だってんだ。俺たちだってやるときゃやるんだよ。どうもこうもね。五大老様の連れてきたマリン組は皆腕の立つ強者ぞろい。俺たちはお払い箱だとさ。つまり首ってことだ。どうやら俺も五大老様に嫌われちまったようだ。首になるのも時間の問題だな。いや、首ならまだしも、下手すりゃこの腹を切れなんてこともありうるぜ。神さんの実家にでも身を寄せた方が無難かもな。まあお前さんもせいぜい気をつけるこったぜ。じゃあな。